欲しい。大衆は神である。それは、しかるべき神であるはずだ。その結果、今までの歴史は、良くも悪くも、それ、に裏切られてきた、とも言えて。民主主義の、結末は別離の悲劇をもたらし、共産主義は独裁による圧政をもたらして、暗黒は広がって、やがて平成の不景気やあまたの破綻をもたらした。暴走した人々もやはり信仰の結果？大衆こそ、真なる神である。大衆、とは？表現的には、神はいない、とも言う。とにかく、私の思い通りにならない、その衝突の結末は、果たして。なぜ売れないんだ、に対しての、理由が、あまりにも単純すぎる。仕事しなさい。それでは遊びです。そんな単純なことが、なぜわからなかった？抵抗する人々の理由は、根源的には、それ、でしかないのかもしれない。認めたら、あまりにも馬鹿すぎる。